その方がいいかなって思っておりまして、で、まあ今日は夜はもうこのできなかったお詫びとして、もう皆さんのもうリクエストに何でも応えようと思っております。こんにちは。見ます？私のタンス。私のタンス見る？ちょっと見せてあげるよ。人が少ないから今は。あのね、たた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 た
配信入れようかなと思います。夜の部は、はい、ありがとうございます。チアコスはね、昨日ね、あのチアコスはもうダメだよって言われたので、確かにと思って、まあもう上の服もないんで着れないんですよ。どうしようかな。まあこうやってうだうだ喋ってるのも、まああれじゃないですか、なんか正気がないじゃないですか、覇気がね。なのでまあ夜からは何かいろいろ企画を考えつつやりよったの思うんですけども、何がいいかな。まあ一個は掃除をするっていうのもあるんですけど、まあ今日じゃなくてね、今度お掃除したいなと思うんですけど、どうしようかな。何がいいだろう。ほんまにありがとうございます。こんにちは。守りありがとうございます。質問お悩みはどんな感じ。メールでとりあえず質問だけ今日打とうかなって思ってます。なんかね、やっぱり私の言葉が伴ってないから、まだね信用してもらってないんですけど、これからどんどんそれをね回復できるように頑張りたいなと思います。申し訳ない。お守りありがとうございます。そんな感じ。今日はそんな感じです。さて、じゃあ今日も一日楽しんで頑張りましょう。とりあえず今何時だろう、16時ぐらいまでやろうと思います。で私は自主練行ってきます。2時54分、 OK、 ありがとうございます、はい、と思います。だから19時から24時までちょっと1時間ごとにかなと思います。結構これは私がというよりも皆さんの方に無理をさせてしまうんですけども、ちょっと申し訳ないんですけども、本当にねその分のお返しができるようにいろいろと配信内容も考えていけたらなと思います。どうしていきたいか、どうしていきたい、どうしていきたいか、なんだろう、これからどうしていきたいか。まあでも一番は楽しんでいただけるように配信することかな。ココナッツミルクのタピオカ好きですか。ココナッツあんまり好きじゃないかもしれないからの、とりあえずまあ今日も一日、もう半日ですね、頑張りますか。さあなんか夜してほしいこととかありますか。私が今日
準備できる範囲でやれたらやりたいと思うんですけど、どうやろうか、何があるからかな。料理か。料理でもいいけどいろいろとあれやで、考えないといけませんな。コスプレは買ってないんですね。リアルショールームごっこはもっとちゃんとした日にしたい。こう半日とかじゃなくて一日リアルショールームをしたい。リアルショールームっていうか、なんだ、リアル VR 風とか、メイクを落としていく配信。なるほど、それはじゃあ一番夜にやりたいですね。ミカニャンと電話して、やりたいことはたくさんある。端末がもう一個あればいいな。借りれないかな。ああ。ちょっともしなんか、その速報の日とかもそうなんですけど、事務所から端末を借りれたら一番いいかなと思います。ちょっと聞いてみたいと思うんですけど、今度。私 iPhone しか持ってなくって、タブレット系持ってなくって、それがちょっとあれなんですけど、自主練配信とかやってみようか。私の下手くそなダンスですが、うろ覚え、ただ絵を描く、いいね。うどんは打ちたい、うどん打ちたいです。うどん打ちたいです。いろいろやっていきたいな。やりたいようにやろうかな。よし、今日は暑いのかな。空が綺麗だ。今日はいいですね。いい天気ですね。全メンバーのキャッチ映像のまね、いいですね。とりあえず今いただいてる案で覚えてたらやりたいと思います。なかなか皆さんいいご提案ありがとうございます。よし、今日も頑張るか。マニーナさんとはまだお話できてないんですよ。びっくりした、時間が取れなくて。マヨネーズ赤いキャップですか？イエス、赤いキャップ。16時までやります。で、19時からもう一回ショールーム夜でやります。マリーナさんの選挙公約についてすごく見たいです。一番難しいかもしれないけど、すごく見たいやつですね。ご飯は食べてございません。じゃあ総選挙ガイドブックを見ながら思ったことを言う配信、あ、それは今できますけどね。それなら今できるけど、とりあえずちゃんとお化粧しよう。
自主練終わったら。部屋が本当に汚くて、で私片付ける時はすっごい片付けるんですけど、バリバリと。でも本当にもうこういう長い間放置してたりとか、なんかいろいろとね、こういうやる気がなかった時とか本当にひどいんですよ。ゴミ屋敷ではない、ゴミはないんですけど物が多いんですね。どうしたらいいだろう。イベント15位じゃん、すごいな。でも昨日の順位だからね、多分今日はですめっちゃ下がります。多分今日の19時更新ではめっちゃ下がると思われます。もうすっごい散乱してるんです。もう私本当に公開してもいいから掃除がしたい 掃除がしたいからいつかすると思うんですけど、公開部屋掃除を。でも引かないでほしい 私が今どれだけの汚部屋に住んでいたとしても引かないでほしいです。まあその日の予定によるんですけど、なんかレッスンとかあるので、とりあえず今ちらっと見せます。なんか別にすごい見られて困るものはないんですけど、とりあえず私的に片付けたいのが、そうですね、私的に片付けたいのがまずこの棚の、この化粧品たちの道具、これを片付けたいですね。あとこの上に謎に散らばったやつ、ここもめっちゃごちゃごちゃしてます。で一番ひどいのはこっちの床なんですけども、そこは本当にちょっと今はバンされちゃうレベルで汚いんですね。ちなみにこれはレターボックスです。お手紙とかが入ってます。ありがとうございます。でも本当にでも言うてもかな、なんか床とかにペットボトルとか、なんかドライヤーとか、なんかもういろいろと落ちてます。これ帽子ですね。よいしょ。なんかね本当にねひどい、ドイヒーすぎる。ちなみにいつもここでショールームをやっています。ここに落ちてきました、タンスが。そして本当にこっちに回るとなかなかひどい。さすがにちょっと見せれないんですけど、なかなかひどい。じゃあそれではちょっとたかし起こしに行きましょうか。起きてください。
よ、たかし。起きて。反応がない。ただの屍のようだ。たかしさんは屍だったのかもしれない。たかしさん、屍説が出てますね。私も一個だけ載っております。公式ガイドブック2018、ゆみりんさん、かわいい、いいですね。たかし、お前の推しメンは誰だ。僕はそうですね、STU48 ドラフト研究生の沖優香ちゃんかな。沖優香、誰だそいつは。乗ってんのかここに。あ、ちょっとだけちょっとだけ紹介があります。あ、どこだ、探してやるよ。 STU48 だって。お、いたじゃないか、いたじゃないか。お、可愛いじゃないか、なかなか。なかなか可愛いじゃないか。なるほど。だがウサギ、お前は起きなかった罰だ。罰として罰ゲームを受けてもらう。何するんですか。やめてください、やめてください、ああやめてください。たかし、お前はな、たかし、そんな、納期にでも降りなさい。ちょっと納期は映せないから、こうして、さよなら、たかし。バイバイ。でもこういう人形は怖くなるんですよね、最終的に。夜とかこう忘れちゃって押し入れ開けたら怖くなるから。たかしおいで。ゆかさん、出してくれるんですか。あ、出してあげるよ、かわいそうだから。うん、かわいそうだからな。よいしょ。私移動するか。たかしと渡る沖優香の部屋でした。よし、お、いいじゃないか。たかしも楽しそうだな、そんな高いところ登っちゃって。気持ちいいですか、たかしさん。たかしさん、気持ちいいですか。あ、そうですね、ここではいつも日向ぼっこしてますね。あ、そこ日向ぼっこできるんですか。あったかいですね、いいですね、どうですか。あ、うん、高いところいいですね。ちょっと足場が不安定な タンスの上なんですけど、いいですね。そっか、だったらよかったね。
高橋全身見たの初めてだって。そう、高橋実は足があるんですね。ここ意外と足があるんですね。高橋さん最近どうですか、世界の情勢は。そうですね、まあ起きて早々ね、タンスに入れられたり、タンスの上に置かされたり、まあいろいろあると思いますけど、人生それでも我々生きてますから、頑張って。だから皆さんも頑張って生きてくださいっていうことですかね。そうですか、高橋さん。じゃああなたにとっての人生とは、僕にとっての人生とは、じゃじゃんじゃじゃん、人形としてやっぱりご主人様に仕えることですかね、一生。なるほど、ありがとうございました。高橋さん、ちょっと最近ちょっと最近というか洗えてないので、いつもスプレーしてるんでね、ちょっと今回もスプレーしたいと思います。天日干ししときましょうか。お、いいんじゃないですか。うん、いいね。たかし、じゃあバイバイ、ありがとう、尺を戻してくれて。ちょっとたかし、スプレーでしっとりしちゃったから乾かしとくよ。さて、まあこんな感じで高橋をね抱かせて、まあ、ちょっとこういう感じでお掃除配信がいつかできたらいいなと思います。じゃあの旦那さんこうなるの、いや私は旦那さんがもう家事さえしてくれたら本当に下手に出ます、一歩下がりますね。高橋を仕上げてみました。こんな感じで日々過ごしております。眩しい、曇りだ、今日は曇りだ、眩しい。守りありがとうございます。本当に私は結構あの尽くすタイプだと思いますよ、わからないけど、家事とかしてくれたらね。掃除はまだ自力でやるんですけど、洗濯と料理だけしてほしいです。サボったらそれはもうですよ。河原で配信してほしい。なぜなぜ河原、なぜ河原や。仕事はもう私がやるんで家事だけしてほしいです。元気 is best。なんかちょっと最近マンネリですよね。場所がダメなのかな、この配信場所が。ここすごいいいんですけどね、これ昼間限定なんですよね、この自然光的な感じが。普通に部屋の電気を消して自然光のみで配信する感じいいんですけど、夜はできなくてね。もう押し入れで配信しようか、狭いし落ち着くし。部屋片付ければいい話、それな、本当にそれななんですけど。太陽の下笑って、テロップを変えよう。テロップはどうしようかな。
今日しようかな、今日の夜しようかな。部屋さえ掃除したら私はこの配信場所に悩むことはないんですよ。自撮りトレーニングしてほしい。本当ね、本当よ。それはとりあえずお掃除グッズを買ってこよう。部屋が汚いです。コロコロがまずないんですよ。コロコロと、私はゴミ袋を持ってなくていつも袋に捨ててるんですね、直接。なんで袋が今ないので、袋と、個人的に部屋がものすごく狭くて超狭いんですよ。あんまり言っちゃうと居住地がバレてしまうので言えないんですけど、本当に狭いからこそ掃除するのは簡単なんですけど、物が逆に溢れかえっちゃってて、ちょっとね、それが大変なんです。何畳って言ったら本当に皆さんびっくりしちゃうレベルなんですけど、まあまあまあ、それはちょっと私的に狭い方が落ち着くのでいいんですけど、何にもね、あ、曲術って読むんですね。なるほど。台所は割となんか広々としてるんですけど、12畳もないです。本当にびっくりしちゃうんですけど、まあ私的にその狭さは全然嫌いではなくて、うん、嫌いではなくて全然いいんですよ。狭いのは別に、だってもう広くても全然使わないから、そんなスペースでも物が溢れてるので、あと普段できないところもしたいんですね。だからお風呂掃除のしたいなと思います。ちょっと、うん、普段全然できないからこういう配信でやろうかなと。料理の時広そうと思ったら、台所はね割となんかなんだろう、机もついてるから割と広いんですけど、うん、動けないよ中二蔵。よくね、水田しおりさんとかがね掃除配信してて、私もあ配信の時に掃除するのって一石二鳥だなと思ってたんで、まあそれによってこうもしかしたらファンが離れていくかもしれないんですけど、まあまあそれも致し方ないということで、私は早く掃除をしないと配信場所がない、声も枯れてくるし。なので、Hey、なのでちょっと今日は今夜の1時間だけはお掃除をして、で残りの1時間からは綺麗なお部屋で配信をしたいと思います。まず棚をどうにかしたいですね。肩が太ったこと、太ったんですかね、これは。肩が太ったのかもしれない。そんな感じですかね、うん。捨てる紙あれば拾う紙。もう、ちょっと掃除グッズを買ってこようと思います。コロコロとかね、タンスの説明書は一回読んでやりました。で説明書はその後捨ててしまったので、もう私にはどうすることもできません。バカな女だと笑え、笑えよ、笑えよ。掃除機はないんですよ。だからコロコロですね。ほうきを買おうかなと思ってて、畳なので一応
笑った。笑うな。誰が笑ってもいいと言ったよ。笑うな。そう、掃除機ないんですよ。だからでもタンスがそろそろ固定しないと、今日みたいにその私の目の前に落ちてきてたらびっくりするので、うん、それがちょっとやばいですね。ヤバタニエンです。ヤバタニエンが過ぎますね。50カウント完了ありがとうございます。そうだから、そういう感じで頑張ろうと思います。タンスね、ちょっと一番下だけ分かんなくて綺麗にできないんですね。お風呂はもうずっとやってなくて、ちょっとやばいですね。お風呂掃除配信はしたいんですけど、その端末を置くところがあるかどうかが問題ですね。タンスどうしていい？いいよ。組み立て方は一緒なんですよ、全部。一番下の段も他の段も。でも一番下だけなんかできなくて、綺麗に、うん、謎い。掃除配信します、今日の夜。時間入れとこう。おいでよ、動物の森。はい、19時からお部屋掃除するんで、おいでまし、お待ちしております。手が日でも大変やな。今日は私は一日で、まあ、自主練してきて、でちょっと掃除道具買ってきて、で掃除配信して、そしてようやく綺麗な部屋で掃除ができる。動物の森風に喋って。うまいかもしれない。地味に星いただきました。怪盗ルパンいただいたなら一個ぐらい投げて返せ。このルパーン、どっちゃん俺は盗んだら返さないぜ。どっちゃんルパーン、似てないか。やり損だわ、それは。やり損すぎる。ルパンたまに見ますよ、あのコナン君とコラボしてるとき見ます。お守りありがとうございます。微妙かそれは。厳しい、やることに意味がある。せやね、せやな、せやな。モノマネやって成功した試しがない。あ、一緒にお部屋掃除します。いいですよ、まあ、個人的にはちょっと腱鞘炎になるほどちょっと星を投げていただきたいんですけど。いいですよ、でも掃除しても
緒に掃除します、で一緒にご飯食べます、もう一緒に生活します、この際生活リズム同じにします、私と。そうしますか。これ皆さん結構大変ですけど、します。じゃあご飯食べるのも一緒にします。現実世界で上司の方とかに怒られない程度に。無理やね、お仕事頑張ろう。そのつもりで配信見てます。やばいやばい、それは頑張ろう。じゃあ私らが、私がご飯食べてるときに一緒にご飯食べます。そうします。でも私結構移動中にあのご飯食べてることが多いんで、配信中に食べることめったにないんですけど、今日 HKT ツアー最終日、千秋楽頑張ってね。ドラフト生がどうなるのやら楽しみですね。料理配信もねやりたいけどね、私料理本当にうまくないんですよ。料理うまくないから指示中と水洗った中と説教中しか来なくなるよ。もうむしろその人たちにが料理した方が絶対うまくなるレベルの私本当にね料理がそんなに美味しくないんですよ。もうむしろもう料理の説教中だけで作った方が絶対美味しいから、もう代わりに作ってくれって感じで むしろ作ってくださいみたいな感じ。私は自分が食べるんだったらもう、私本当にもう何でもいいんで、火だってもうそんな通してないですし、だから美味しくないんですけど、なんか早くて食べられれば何でもいいやみたいな感じがあって、もしそれが人に食べさせるってなったらそれも丹精込めるんですけど、自分がってなったらなんかいいやって思っちゃう。だからなんかこの間なんか言われて、なんか料理下手な人は自分を信じるなみたいな、レシピを信じろみたいなことを言われて、だから確かに私はなんか自分のもうちょっとこうした方がいいかなっていうやつを信じてしまってるから、多分美味しくないんだろうなって思いました。自分を絶対に信じるなみたいな、料理が下手な人はレシピを信じろみたいな、火は絶対弱火でじっくりやれって書いてあって、強火でさっとは弱火でじっくりと同意語だみたいなやってて、確かに私は強火でパパッとやってたから火があんまり通ってなかったりとか、私は一回肉まんを黒炭に変えたことが本当になんかあれはもう過去最大にお母さんに怒られましたし、妹からも毎回私がなんか晩ご飯とか何か作ってって言われた時にオムライス作っても全然美味しくないって言われますし、多分そういうところで自信をなくしていったので、肉まんはあの電子レンジでチンをする肉まんだったんですけど、多分水が少なすぎて作る水をに浸してって書いてあるのを別に浸さなくてもちょっとだけで大丈夫だっていう、なんか自分そういう自分を信じて、でなんか本当に炭みたいな匂いが電子レンジから流れてきて、で開けたら真っ黒になってて、でも黒いのは外だけで中はちゃんとなってるんじゃないかなと思って食べたら本当に炭で
くりしました。レンジが爆発したことはさすがにないですね。卵が爆発したことあるんですけど、だからもうなんか料理配信をでもいいけども、それでなんかこうお説教されるんだったら私は言いたい、いや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 みたいな、やるって言うとやんけって、もうむしろ逆ギレする。私はだってこんなに事前にめちゃ怒ってる私めっちゃ怒ってる、私はこんなに事前に料理が下手ですって言ってるのに、それで求めてきておいて、なんかそこそうじゃないよみたいな、そこそうじゃないよとか、それちょっとやめた方がとか言われても、私はこれ最終的に私が食べるから大丈夫ですってお子ですはいでもそれが逆になんか例えばドラフト生の子になんかクッキープレゼントみたいな感じになって、クッキー作り配信とかだったらもうバリバリもう皆さんの意見を聞きますよ、そりゃ聞きますよ。でも私は作った料理は全部自分で食べてますし、美味しくないなって、今までの料理全部美味しくなかったけども全部食べてるんですよ。それはね、皆さんがね食べるんだったらね、私の料理をそれはもう全然支持してくれて構いませんけど、最終的に食べるのは自分なんでっていう別にそんな説教されてるわけでもないのに、架空の説教中に逆ギレしてるんですけど、はい、そんな感じでむしろみんなが料理評論家みたいになります。めっちゃ厳しめな採点で5点とか、めっちゃ優しくないルームになります。いや、めっちゃ前料理配信した時も割と優しかったんですよ。まあ確かにちょっとなんとかがみたいな感じはあったんですけど、全然怒られたりとかしなくて、もっとそうした方がいいよみたいな感じじゃなくて、なんかもっとすごい文字からでも伝わってくる優しさがありまして、なんかゆうかちゃんそれもいいけどここもいいんじゃないかなみたいな、すごいなんか多分私が傷つかないようにオブラートに言ってくださる方がほとんどだったんですけど、私もそれはちゃんと理解してるんですけど、なんか料理なんかもう料理はあの某 YouTube とかの動画ですら、あんなに某ニコニコ動画ですらあんなにね荒れるんですよ。料理はコメントってすごい上手い人でも荒れるのに、私の下手くそなやつだったらもうこれがねニコニコなんかとかにあげられたら、私本当に批判しか来ないやん、逆に批判も来ないかもしれないけど、で考えて架空の説教中に対して逆ギレしてました架空の人にでも手洗った中が現れる前に、料理前は手を洗うものだから普通はって思いながら、洗いましたって言ってます。もうむしろ手を洗うとこから配信した方がいいのかなって、ピカジェル塗って長野めぐみちゃんとかいつも料理配信してますよね。なんかじゃあ本当になんか聞いたことない料理を想像だけで作ってみる配信とかやろうかな。なんか前日に私の知らない料理名をやって、でアンケートで決めて、なんかもう本当にすごいイギリスみたいな、なんかビーフストロガノフは分かりますよ、お肉ですよね、それは分かります。で最終的にドラフト生に食べさせようかなと思います。そう、なんとかあえのなんとかを添えてみたいな、そよ風を添えてみたいな。ちなみに私のピカタわかるんですよ、ピカタはわかるんです。なぜか知らなかったんですけど、この間までなんか食堂屋さんみたいなとこでピカタがあって、 iPhone とかが食べてて、だからわかるんですよピカタは
にありがとうございます。ピカと調理実習でやったことないです。私は知らなかったんです。なんだろうみたいな。オトフィーちゃんと料理対決ですね。オトフィー、オトヒ、オトヒ、原沢。わかると作れるは一緒じゃないけん。そうですね。ピカタわかんないですか。なんか私が見たピカタは液体に使ってるカツでした。チキンピカタみたいな感じで。トルコ料理らしいです。でもたまに定食屋とかであるんですね、メニューが。トルコ屋さんじゃないんですけど。食べさせる相手第1号はソラファ。ソラファちゃん食べさせたことないね。そういえばシナのソラファです。舞ちゃんはもう辛いもの入れとけば大体美味しいって言いますから、ゆらさんは割と料理に関して私に甘い節がありそうなので、あんまり現実的な採点をするんであれば多分 iPhone が一番理想かな。ソラファちゃんはシナナソラファっていうのは私が昨日メールで送ったんですけど、なんかソラファちゃん写真送ってっていうのをシナナ写真送ってって間違えて打っちゃって、シナノって打とうとしたらシナナって打っちゃって、したらなんかソラハちゃんから真面目になんかシナノですって LINE が来て、それがちょっと面白かったのでメールでシナナソラファちゃんですみたいなあとソラハちゃんずっと喋ってるからちょっとうるさいからやめとこう。やっぱ現実的に考えると iPhone が一番味覚がしっかりしてそうな、まあ、ちょっとうるさいけど食に関しては一番良さそうな気がします。そんな感じでまあいろいろできたらいいなと思います。ごじってないですよ、わざとです。シナナです。もう本当にソラファじゃないですから。ソラハ、ソラハですからって言ってますから、言ってますから。じゃあまあ今日はとりあえずお掃除するということで、お掃除して綺麗になった部屋で配信して、で明日のその料理名だけで料理を作る配信をして、でまあ間が空いたら食べさせる配信をねできたらいいなと思います。シナナも言われる。シナナ良くないですかじゃあ私はそんな感じで、もうすぐかな16時、そろそろちょっと行ってこようかなと思うんですけども、どうすかね上位来るわ。いやいや本当に今日遅刻しちゃったから。よし15時40分あ、じゃあもうちょっとしたら壇上読みます。で私はちょっとレッスンに3時間ほど行こうかなって感じで、はい、感じですTKG 作って、私の昨日の夜ご飯 TKG、 あ昨日じゃないか、この間か。レッスンと買い物も3時間でできるの、いやあのレッスン終わった後にできないかな、そんなにかかるかな、わからない。一応あでも19時半ぐらいの方がいいのかな、どうだろう、まあ、とりあえずそういう感じでやりたいと思います。 TT ポーズやって、もう TT わかるんだよ私本当に流行に疎くって、昔 TT やってって言われたらタイムアウトポーズ取ってたんですよ。お守り1万個斉藤さんありがとうございます。腱鞘炎になってないですか指、いつもありがとう。初見
Haciendo es 草を生やすな。いいよ。ありがとう。本当ね、なんかもう申し訳ない。ありがとうございます。じゃあ、そうですね。まあ料理配信するときは、ね、むしろ私が知らない料理を。初見です。岡山から。岡山一緒です。ありがとう。本当に。人差し指痛めてないかい？大丈夫かい？本当に大丈夫かい？私も頑張るよ。ありがとう。自主練頑張ってね。優しさの塊かよ。ドラさんみんな個性的？そうだね。個性やばいよ。本当に。ゆらさんから LINE が来た。了解です。配信見てたらわからないかもだけど。了解。それじゃあ誕生を読んでそろそろ終わりたいと思います。捕まえた。なんか待ってた羽みたいな。確かに高橋名人だったら625円。難しい。本当に難しい。人気ですね。なんか私の部屋じゃないのかな。ここはもう斉藤さんのお部屋になっちゃったのかもしれない。ありがとうございます。もう少しで、じゃあ壇上読みたいと思うんですけど、ちょっとたかしくんに、高橋名人あれですよね、あのゲームの連打がすごい人ですよね。ちょっとたかしくんを最後に読んでいきたいと思います。狭いのここ隅っこだから。たかし、あらあなた乾いちゃって。いいわね。私乾いてますね。そんなにホコリも出ない。ちょっと後ろが若干まだ湿ってるね。じゃあ最後にたかしくんが面白いことをしてくれるそうなので、ちょっと場所を移動しましょう。どうしようかな。そうだな、そうだな、どうしようかな。たかしくんどうする、どうするよ。たかしくん、どうですか、たかしくん。心地はどうですか、その顔が見えません。たかしくんそんな不細工でしたっけ。たかしくん、それではじゃあ壇上そろそろ読みたいと思います。じゃあ行きます、読みます。13位、トニーさん、ありがとうございます。そして、11位がたけしくんさん、ありがとうございます。そして10位がもりもりさん、ありがとうございます。そして9位がキリアさん、ありがとうございます。8位が
ひろしさん、ありがとうございます。で、7位が本庄美咲さん、ありがとうございます。そして6位がセリアさん、ありがとうございます。そして5位がマッカさん、ありがとうございます。そして、4位がハムドンさん、ありがとうございます。13位から4位までの皆さん、ありがとうございました。3位が香りパンマンさん、ありがとうございます。で、2位がまさみさん、ありがとうございます。そして、1位が斉藤さん、ありがとうございます。3位から1位までの皆さん、ありがとうございました。さようなら、たかし。帰ろう。帰宅帰宅。はい、そんな感じで今回できました。ちょっと待って、くしゃみ。はい。こんな感じで、今日は見てくださってありがとうございました。ゲリラになっちゃったんですけど、またじゃあ19時から部屋のお掃除を配信して、部屋のお掃除配信をするので、よかったら見に来てね。明日は自分が作ったこともないし聞いたこともない料理を作ろうと思います。ありがとうございました。バイバイ。自主練行ってきます。じゃあね。